身長ビヨン医師学科生成経営学専門医身長先生こと田辺です。今日もですね、全身全霊でね、身長に関する答え信じていきたいと思います。身長伸ばしたい人チャンネル登録よろしくお願いします。さて本日はなんですけども、身長治療コンサルタント募集してますよということで、コミュニティだったりだとかインスタグラムとか結構配信してるので、ご存知の方も多いかなというふうに思うんですけど、改めてちょっと私の方がね、現状というかどういった内容なのか少し説明させてください。現状です。コンサルタントは今2名一緒に働いてくれてます。でこれを現状としては5名ぐらいまでとりあえず増やしたいなというふうに考えています。どんな業務なのってところなんですけども、一番大きな業務に関して言うと、生活習慣の指導だったりだとか、そういったところをまず、完全に直接やっていただきますよってところになります。現状ですね、そのカウンセリングが非常に私の方が長くなっているというのが問題で、これは今後改善していくことになるんですけども、ただいずれにせよどこかの段階で完全に直接ですね、治療の内容だったりだとか生活習慣の指導っていうのを行う必要があって、それを毎回全部私が説明するっていうのは私の時間的に無理なので、そういったのをお手伝いしていただくのが、コンサルタントっていう仕事になってきます。でコンサルタントって名前ってなんか少し皆さんからすると、違和感あるかもしれないんですけど、最初ねカウンセラーっていう単語をつけてたんだけども、どうやら、運営していく中で、これカウンセラーじゃないなというふうに思ったのが、私の感想になります。例えば美容医療だと、カウンセラーさんがいて、例えばね包茎手術するとか二重の手術とか鼻手術するとかも、そういった人が一緒に相談ね、お医者さんのカウンセリング終わった後に、価格の相談とかいろんな相談乗ってくると思うんですけど、そういったようなノリというかですね、そういったのを踏襲して最初カウンセラーっていう名前をつけてたんですけども、それで美容医療の場合だと、比較的なんていうか身長に比べるとっていう件だけどライトな相談が多いのに対して、身長って結構ねやっぱりこう悩みが深いというか、質問も結構皆さん厳しい質問という表現がいいか分かんないけども、なかなか骨折りな質問をされるパターンが多いので、それでカウンセラーっていうそういう軽い感じじゃなくて、もうちょっとしっかりとどっしりとドーンって感じで、コンサルタントっていう方がおそらく適切なのかなというふうに考えておりました。それでコンサルタントって名前にしました。であとは私の求めている人物像に関しても、比較的高学歴の人を、今回募集していきたいというふうに考えております。で実際もう何か応募いただいて結構お断りも実はしてます。多くはですねやっぱりそこの要件が当てはまらないってところで、コンサルタントというふうに名乗った理由と同じなんですけど、結構やっぱ質問が結構皆さん鋭い質問が届いてきます。で勉強すれば答えられるとは思うんですけど、ただやっぱ勉強しなくちゃいけないですし、ここにある程度その分別を持って、返事していく必要があるので、そこに関してはしっかりと学歴がある程度ある方ということで、現状としては4大卒っていうところを最低ラインというところにしてますので、そこはクリアしていただきたいなというところになります。一方で給与なんですけども、給与に関しては前職保証はまず絶対していくというところで、逆に言うと今回はその給与に関してもちょっとかなりその皆さんの今までのお仕事の内容かなり違うと思うので、毎回ケースバイケースで相談かなと思うんですけど、正直言って、その給与に関してはむしろ高くても私はいいというふうに思ってます。ただそれ以上に皆さんにクオリティを担保できる方がすごく重要だと思うので、私とは 100% 同じクオリティってさすがに無理なんだと思うんですけど、それでもねやっぱり私に負けないぐらいというか、それなりに同じようなクオリティでやっぱり返信というか、本当にコンサルタントしていただける方、そういったのを望んでますので、やっぱりある程度しっかり本当に勉強が好きな方ね、例えば絶対基準ではないですけども、少し英語がそんなに読み書き聞ける話せるとか、それぐらいの少し能力も欲しいかなという気もします。あと例えば統計学とかもですね、ある程度理解ができる方ですよね。例えば、受信法と二進法の違いなんですかとかで、こういったのとか、昔やったと思うんですけど、そういったのが今忘れててもパッと見たらすぐ思い出せるタイプだとか、あとは統計学で優位差があるとか優位差がないとか、そういった単語を聞いてパッとある程度理解できるとか、標準偏差って何とか、そういったところをですね、細かく分からなくてもいいんだけど勉強したらすぐ分かるっていうような、人材が欲しいかなってところで、ハイレベルのですね人材を募集していますので、そういった、要件当てはまる方、特にやっぱり身長治療一緒に伸ばしていきたいという人ですね。これから私20年間かけて 70% の人に生活指導を行っていきたいと思ってます。1000万人ね子供がいるんですけども、小学生中学生合わせて1000万人いるんですけども、そのうちの700万人の人に、私の今持っている知識ですね、これを適切な形で広めていきたいというふうに考えてますね。熱い情熱を持った方ね、ご連絡いただければと思ってますので、ご連絡お待ちしております。それではまた。